い、アナさんどうもこんばんは。ちょっと汚いですけど、この後掃除するんで。あんたその辺に置いてするんだね。そこも掃除後でしますので。ただ1日でこれだけうんちをするということは、ちゃんとご飯を食べている証拠ですね。ちょっとね、どうしてもおしっこがね、あの白いトレーの端っこから出てくることがありましてですね、実はほらそこにねおしっこが溜まってくるんですよ。で今ねこの下にペットシーツも引いとこうかななんて思ったりしております。ちょっとねこのトレーを取り出すと毎回おしっこがジョバーッと出てくるので。で今日は半額になってたフルーツをね入れてたんですよ。でこれ私はこの後食べようかなと思ってて、ただこの子が食べるかどうかの確認をしたくて、ここ小1時間ぐらいね食べるかを見ていたんですが、食べてないね。嫌いかもしかして。ちょっと口のところにはやってないけど、これしょっぱいな、酸っぱいもんな。嫌いなんかな。あ、可能性あるよな。ちょっとついでに、あの夜お掃除する準備だけしていいですかね。うん、分かってるやつを下に落としたいんじゃ私は。あら、ここ。これ結構お姉さん。あ、 あれですね、あの水っぽいですね、お姉さん。キリーと申しまして、すいません、大丈夫ですか。よいしょ、よいしょ。まあね、こうしてよいしょ。これは後でね取って、周りはねシーツで拭いて、この辺汚れるから、はい、フィギュアさんは色を吸っておいて後でやるかな。これ酸っぱいんかな。ちょっと私まだ1個も食べてないからあれだけど、ちょっとまずキウイから食ってみるか。酸っぱいんかな、もしかして。あ、酸っぱいね。君酸っぱいのダメかしら、もしかして。リンゴ、バナナ、ラフランスって全部酸っぱくないもんね。酸味ないもんね。あ、ちょっと酸っぱいな。うん。オレンジも酸味あるな。こいつも酸味あるよね。パインもね。うん。甘いけど酸味もあるね。酸味あるとあんまり食わんかな。そもそも渋みがあるのも食べないもんね。ほうれん草もダメだったもんね。あ、酸っぱいねこれ。酸っぱい、このオレンジ。酸味はダメか。ちょっと買うもの気をつけよう。1時間ぐらい置いといたらね食べるかなとは思ったんだけど、食わんね。あー、好き嫌いはあるわな。福ももちゃんたちもな、キウイ不人気だったもんな。うちマスカット大好きだね。シャインマスカットってめちゃくちゃ好きだね。糖分が高いからだ。甘い方が好きなんだね、君たちね。あのコウモリもだし、フクモモちゃんも。まさかだな。っていうか、あなたどういう状況よ、それ。なんかちゃんとぶら下がればいいの。器用にでもよくぶら下がってるわ。すげえカメラ目線。
少しずつね慣れてはきました。まあ、ちょっと逃げるけどこうやってやだーって、なんでってなるね。ちょっとそれ入れとくわ。後でリンゴ切ってあげるわ。リンゴラフランスバナナなんだろうな君な。キウイはあんまりだな。まずこの後このあなたのうんちっちの周りは掃除してあげましょう。というかついでだ、もういいや、このまんま動画撮りながらやりゃいいや。ここね、ティッシュでこう当てがいながらピーって取る。よいしょ。こうして、はい、でティッシュそのまんま。さてさて、リンゴ切ってやるかも。あ、やべ、キッチンが昨日のご飯作ったままの状態だ。あれしないと。食洗機に。食洗機これ昨日回したもん。もうだね。これは後でリンゴ切ってやるから。リンゴ用に、ちょっと包丁と、まな板だけにという。あ、これ、あれね。ミルク入れに今、お試しのお薬入れを、こうやってね、ミルク入れに使ってます。ちょうどいいんだよね、こっからミルクビューって出せて。よいしょ。あ、うちは、基本的に、うんちをこういう風な形で、台所で、流してしまっております。人によっては嫌がるでしょうが、もう排水でまとめるんで、でしかも私しょっちゅう掃除するタイプなんで、ある程度っていうか2日に1回はすぐ掃除しちゃうんで、気にしないという感じですね。あ、お風呂場に投げることもありますけど。キッチンも問題なしって感じですね。昨日ご飯作った時の余りも捨てなきゃなんで、一旦これとこれは生ゴミを捨てるゴミ箱に入れちゃいましょうか。ミミズを育ててコンポスターみたいな感じでね作ろうかなってことも考えたことはあるんですけど、でミミズだったらね、このサンショウウちゃんたちが食べるんでいいかなと思ったけど、ミミズの管理するのはなって思ってやめました。なんか管理しきれないだろうなと思って。よいしょ、ウエッキー。よいしょ。ウエッキー。掃除してるとすごい見てくるね。まあ当たり前か、気になるよね。何してんだろうって感じだよね、あんたからしたらね。掃除はこんな感じでございます。あ、 YouTube にも上げるように、これ縦動画じゃなくて横動画で撮りゃよかったな。縦動画だけど YouTube にはアップいたしましょう。よいしょ、まあ、ありのままにお掃除してる状態で、この歯ブラシがあそこに入れておいていただきですね。せっかくだからリンゴも切っちゃうか。食べるかわかんないけど、とりあえず入れとくよ、これでも。あと昨日の夜の
あ、フランスもちょっと残ってるね。リンゴも入れちゃおうか、せっかくだし。てってけてってってーん、てってけてってってー、てってけてってってー、てってけてってってー、よいしょ。さあリンゴ、酸っぱいのもあれだからリンゴとバナナ入れとくかな、1本。バナナ、はい、しょ。バナナはね、ほんと軽くこんな感じでやって、バナナあげるとですね、バナナの種はですね、ちゃんとうんちとして出てくるみたいですね。なんかうんちがですね、こう種っぽいのが多く、こうポロポロポロと下に転がってまして、おそらくあれはバナナの種なんじゃないかと思います。バナナをあげた時だけそういうのね感じるので、よいしょ。ちょっと大きすぎるかもしれないから少しちっちゃめにして入れといてあげましょう。食べるかどうかに関しては少しだけいささか疑問ではありますが、食べなかったら申し訳ないが廃棄いたします。まあいろいろね、まだ好物っていうのがね分かりかねておりますので、その辺の好物はねこれからしていこう。でリンゴは1/1ぐらいでいいかな、今日は。なんでこれぐらいにしましょう。もうすごい切り方をしましたね、こんな感じで。この残りは、このね、よくスーパーとかでね、野菜とかなんか肉物のね入れるときに使う袋に入れておきましょう。よいしょ。最近食べやすい大きさにカットをするようにはしております。まあ結構ランダムだけどね。まあ一番いいのは1/8のカット、これぐらいにねして、でこういう感じでね、でこれぐらいにしておくと食べやすいですね。あ、ちょっと多すぎたな、今日の分は。バナナ1本にリンゴ献立はちょっと多かったか。まあでも食べはするでしょう。ちょっと下の方に食べたくないものがちょっと眠ってしまってるんで、それ残っちゃう可能性高いけど、でも上に持ってくるのは難しい。いやでもどうしよう、持ってきた方がいいかな。ちょっとボールに移し替えて入れ替えとくか。美味しいものばっかりより好んで食べちゃう可能性がね出てくるので、意外とねグルメだったりするね。フクモモちゃんとかでもそうね、まあでもどの動物でもそうかな、好きなもの、人間もそうだよね、好きなものをねついつい食べてしまいがちですよね。なんで好きなものを少しだけ下に置いてあげてですね。で今日はフクモモのフレンドじゃないや。フクモモのフードは混ぜずって感じで行こうかなと思います。よいしょ。
まあ、昨日のやつにね結構混ぜちゃったんで、はい、ちょっと上の方に他の少々お待ちよ。動画を撮っている最中にピンポンが鳴るというね、まあそれでも私は動画をねこんな感じで撮影したままにするんですが、よいしょ、ちょっと中のミルクのやつがまだ取れないね、よいしょ、つけ置きしておきましょう。じゃあこれ入れてあげましょう。安っぱいと食べないかな。あーやばい、みかん落ちた。はい、どうぞ。そんな前に乗り出してどうしたの。ちょっと今日ご飯こんもりだわ、いつもより。ちょっと作りすぎだ、ごめん。まあ食べるでしょ、食べ。はい、っていう感じでね、あのまなちゃんのご飯動画というか検証というかですね、プラス掃除。いやー酸っぱいのは食べなさそうだね。うん、ちょっといろいろ学べましたって感じですね。うん、なんかどれ食っても酸っぱいもんな。このパインも多分ここも、これも酸っぱいでしょ。うん、うん、酸味多いね。でキウイとかもね食べるって食べてる子もいるけど、まあ好みはあるわな。そうパイン食べる子もいるしみたいな、みかん食べる子もいるしみたいな感じでいろいろ見てましたけども、うちの子の好みではないご様子でございました。はい、というところで本日の動画はそんな感じ、ちょっと縦型の動画にはなりましたけれども、うちのマナちゃんはリンゴやバナナの方が好きということがなんとなくわかりましたね。まあ明日もしかしたらね、朝になった時にはなくなってる可能性はあるんですけれども、夜中にがっつり食べるので、もしかしたら今ご飯の気分じゃなくて1時間ぐらいは食べなかっただけかもしれないんですけれども、ちょっとご飯の気分になったら食べてくれるかもしれないですね。まあ、もし余ってたら、あこの子はこれはあんまり好きじゃないんだなっていうことなので、まあ酸っぱい系のものはあまりあげないっていう形で進めていこうかなと思います。はい、そんな動画でした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。